今回はノーとオーラついにマイナーチェンジということでやっていきたいと思います。事前情報でやってるんで後期型の画像は一切出ません。はい、また別の動画でね後期型の画像を出そうと思います。じゃあ改良点一つ目ですが、オーテックがノートからオーラになるよと。オーラのオーテックを望まれてる方って結構多かったんじゃないかな。実は僕もオーラにオーテックあったらいいのになーなんて思ってたことが何回かあるんですよ。さっき手当たりましたね、マイクに。鼻をちょっと鼻かゆいんで稲花粉でムズムズしてるんでそれをやろうとしたんですけど、そう、そのノートが確かオーテックとオーテッククロスオーバーと普通のノートで3本立てで、オーラにはオーラとニスモっていうのがあって2本立てだったんですよ。今回はそのオーテックがオーラに行くことによって、ノートはノートとオーテッククロスオーバーの2本立てで、オーラに関しては今回ニスモも残るので、ノート、じゃあオーラ、オーテック、ニスモの3本立てになるというところで。ただ、今までノートでオーテック狙われてた方からすると、ちょっと高くなったなっていう。そういう人はね、普通に G レザーでもいいとは思うけど、まあ、ただオーテックモデルが好きな人からすると、そのノートでオーテック選びたかったけど、オーラになっちゃって、無って人はいるかもしれん。いつまでもみたいな言いたくなったな、今。じゃあ行きますか、次。グローブボックスがフランス社から日本になると。これどういうことか。簡単に言うと、グローブボックス切り取ったら、ここだけ見たらフランス社なんですよ、オーラって。ちっちゃいってことね。なんでこんなちっちゃいグローブボックスになってるかっていうと、ルノーと日産と三菱の共通のCMF プラットフォームっていうのを使ってて、つまりルノーと共通ということはフランス社と同じプラットフォームを使ってると。で、左ハンドル用のヒューズボックスが残っちゃってて、これ多分ルーテ社で同じプラットフォーム使ってるから一部共通品とかになってるんだと思うんだけど、その左ハンドル用ヒューズボックスが残ってて、グローブボックスが小さいっていう、あの右ハンドルにローカライズされてないっていうやつなんですよ。でも、今回のマイナーチェンジで、グローボックスが広くなる。で、しかも2段構造になると。日本車から、フランス車から日本車になるということで、この前ね、あの、チラカーさんのツイート、フランス車の偏見みたいな話に、俺、あの、リップで、あの、フランス車って言うともうドリンクホルダー全然なくて、グローブボックス小さくて、電波ついてんのにホールドないってイメージなんですけど、みたいな話したら、なんかドリンクホルダーは増えたらしいけど、未だグローブボックスは開けてびっくり小さなグローブボックス状態とのことなんで、ここがようやく日本になったよと。日本車になりました、イエイと。じゃあ改良点3つ目ですが、ニスモに 4WD 追加と。4駆のちょっと安定性欲しいよねって思ってた方がいたと。ニスモにはね、まあ、ドキュンって出るパワー欲しいなみたいな。あと降雪地域住んでるからニスモ欲しいけど、肉だけなら、じゃあ普通の G レザー買うかな、みたいな人とかも多かった中で、ニスモにも 4WD が追加されたと。パフォーマンス的にもやっぱ4駆あった方がいいような気はする。これが目玉じゃない今回の。って言ってもいいぐらい、ちょっと気になる。面白そう。普通に。他のグレードとかも、まあ肉4駆あるもんね。その、まあ、改良点の3つ目としては、ノート、オーラのニスモの中には 4WD モデルが追加と。で、4WD に関しては専用のホイールとかもつけれる、ついてるそうなんで、めちゃくちゃ高いと。あのニスモで4駆はなんか400万オーバーになるって言われてるんで、また見積もり動画はね、お楽しみにしていただければと思いますが、ちょっと高そうと。じゃあ改良点4つ目いきましょう。はい。ニスモで BOSE のスピーカーが選べる。これ結構ニスモを選ぶ人の中で悩んでた人多いと思うんですよ。ニスモ欲しいけど、BOSEつけれないなら普通の G レザー買おうかなって思ってる人って多いと思うし、僕もそっち派だったんですよ。BOSE欲しいと。実際の音質もそこそこ良かったし、まあでも後ろについてるから耳たぶの方向を考えたらどうなのかって説もあるけど、内装の加色としてもめちゃくちゃいいじゃん、この BOSE。ちょっとまたこの後いい点っていう動画も上げるんで、その動画で話しますけど、レクサスのね、LBX ってライバル出たでしょ？あれのマーク・レビンソン、ダッシュボードの奥っちょにマーク・レビンソンってロゴ書くだけで、ロゴ全然ないんですよ。
でもオーラの坊主はもう内装の主張としてはめちゃくちゃいい。オーラに限らずね、この坊主ついてるメーカーさんの車ってこのプレミアムサウンドの演出ちゃんとやってんだよね。多分坊主がやれって言ってるんでしょうけど、主張しろって言ってるんでしょうけど、スバルのねアウトバックとかについてるハーマンカードもドアパネルの下のとこにハーマンカードって書いてるだけなんで、もっと主張していいと思うんだけどね。皆さんどう思いますか？こういうプレミアムサウンドの主張ってどう思います？あとこれがいいのは、A ピラーの付け根のとことかドアの内っ張りのとこに坊主とか、BMW とかだとハーマンカードンとかあったりしますけど、それの弱点として一応他のメーカーとしては、もしかしたら運転中のノイズになるからあえて見えないところにやってんだいっていうのがレクサス、トヨタとか傾向として出てそうなんですけど、運転中にはあまり見えないと、乗り込む時に見えるから、そういう意味でもねノイズになりにくいっていう意味でもいいんじゃないかなと思います。アリアの坊主ってどこにツイッターついてたっけ？でも優秀ですよ、ほんと。このオーラの坊主。見た目的にはね。じゃ、改良点5つ目ですが、見た目が変わると。これ、イメージ図ですけど、これ、グーネットさんの画像ですけど、なんかダサくなるそうです。はい。残念。改良点6つ目ですが、スミレプラススーパーブラックの追加と、日産あるあるなんですけど、まずノートね、微妙なマイナーチェンジでダサくなるっていうのが日産あるあるなんですよ。あの仙台セレナもそうだったけど、エルグランドガオになっちゃったやつね、ハイウェイスターで。それもそうなんだけど、この色がダメ、ノートのこのスミレが後方からミスったんですよ。これ僕がお世話になってる日産の目の前をたまたまちょっと通ったら、マック行く途中にねちょっと通ったら、スーパーブラックはそんな違和感なかったんで、でもジンギスカンみたいなホイールはやめた方がいいと思うんだけど、そのスーパーブラックの方が良かったんじゃない、後方カラーというのと、もう見た目はぶっちゃけダサいと。じゃあ7つ目の改良点ですが、フォレストグリーンプラススーパーブラックって色が追加と。これちょっとノーイメージなんで、また出たらね見積もり動画とかで見せたいと思います。じゃあ改良点8個目ですが、 USB Type-C 端子が1個追加されるそうです。どこに追加されるんだろう。まあ USB 端子はねいくらあってもいいと思うんで、あの何本あってもいいんで、ちなみにね、ポッドキャストに関してはケーブル1本で使えるはずです。日産の車は、ポッドキャストと相性が良くてケーブル1本で使えると。まあ、ポッドキャストって何かって言われると、Apple CarPlay でいろいろなんか繋げると、カーナビが Android スマホになって、YouTube とか Netflix とか Amazon プライムとかが動いてる最中でもキャンセラー工事なしで見れちゃうっていうやつがあるんですけど、日産車は優秀で、あの三菱も含めですよ。トライトンとかアウランとかもそうなんですけど、ケーブル1本で使えるので、で、しかも、メーター内にね、アウトランダーとかセレナとかエクストレイルとかオーラに関しては地図が表示できると。アリアとかね。残念ながらトライトンはそれには対応してないんだけど、まあ、オーラとか対応してるんで、メーター地図にね。そこに地図を表示するだけで、もうルートガイドできちゃうんで、もう助手席の人にオットキャスト明け渡していいというのがいい点と。じゃあ、いい点9つ目です。改良点9つ目ですが、グレー内装の色味変更と。なんか変わるらしいですね。そんなに分かんないと思うけどね、どうせ。じゃあ改良点10個目ですが、スマートキーが新しくなります。これずっと20年使ってた、あの、葉巻型 UFO とかね、言われてた、あの楕円型キーで、あの、日産をね、ずっと追っかけてる人だったらもうお馴染みと化してたあの鍵が、ようやくこのアリアとか、エクストレールの世代の新しい鍵になりますと。ということで。これ、やっぱ嬉しいですよね。ただね、あの接近ジャンロックとかがね、あの保安基準的になくなっちゃったんで、果たしてどうなるのやると。じゃあ改良点11個目、これ最後ですが、パワーシートが追加されますと。いやー来たねー、これ。画像はヤリクロだけど、まあそう、ライバルのヤリスクロスにはこれ設定あったんですよ。あるんですよ。ていうか Z に、6Way でモーター音うるさいけどパワーシートあったんですよ。でも、オーラとか、まあ、ベゼルもそうなんですよ。このクラスでなかったんですよね、ライバル で。ようやくオーラについたということで、ライバルであるベゼルに関しては商品力としてはもうまくっちゃってるわけよね。ベゼルがだから、マイナーチェンジしたけど、先代型であったパワーシートが ないのは引き続きだし、結構400万クラスになっちゃったんですよね。で、もう一台ライバルで言うと、レクサス LBX とかもありますけど、あれもちょっとナビがディスプレイオーディオプラスじゃないであるとか、
結構味噌ついてるんで、僕の中でね、去年ダメだったカーオブザイヤーにもランクインしてて、ぼったくりだとか散々言いましたけど、だったらヤリクロでいいじゃんって。もうなんか中身とか一部ヤリスクロスに負けてるし、なんかヤリスクロスを本当レクサスの外面にしただけで200万と足されて、装備若干劣るのはやめてほしいと思ったんで、それでやっぱり LBX もおすすめできないと、やっぱヤリスクロスでいいじゃんっていうので、ヤリスクロスめちゃくちゃおすすめなんですけど、オーラにもついたとパワーシートが、だから高級車として求められるものがオーラそこそこついてきてるよね。まあ、あとはね、あれがついたり、あれがついたり、あれがついたりって言いたいことありますけど、とりあえずここで今日は終わりですね。また言いたいことはね、また別の動画でちょっともう煮え切らない部分として言わせていただこうとは思いますけど、400万超えてもいいからもっと装備充実していいと思うんだよな。まあ、ニスモは400いきますけどってことで、少なくともベゼルや LBX よりはおすすめできるようになった日産のノートオーラ、まあ、これでね、ヤリスクロス、ベゼル、オーラがマイナーチェンジをしたので、またね、比較とかも3台一気にやってみてもいいと思うし、日産ワンチャン動画撮れるかもしれんから、もし撮れたらね、撮りに行こうかなっていう、ディーラーさん。ないしはグローバル本社ちょっと行きたかったんで、横浜に行きたかったんで、お台場とか横浜行きたかったんで、ちょっとグローバル本社にね、車撮りに行こうかなと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。